時はですね、やっぱりこういう童謡を、もう忘れていくというか、教えられてないというか、ある意味ではちょっと子供たちが知らないというかね、ちょっと寂しい気が、しますけど、まあ、これも時代の流れなのかなという、そんな気がします。でもやっぱりこう身近な、ね、子供たちにはなんかこういう曲があるんだよっていうのを教えてあげたいなと、思います。これあのライブに孫が聴きに来てくれまして、この曲をやった時にですね、なぜか椅子から立ち上がって一生懸命歌ってダタダタダタって踊ってましたね。あれかわいいですね、めちゃくちゃね。まあ、リズムがねこう子供向けにも踊れるようにという、まあ、そういう感じで作ったせいもあるのかなという気もします。それでは次の曲ですが、これは武田明美さんがテレビを見て、北海道のですね、あれアイムブラックでしたっけ、テレビじゃない、テレビじゃない、本ですけど、まあ、そうです、雑誌、あ、ちょっと説明してください。まあ、本を見たのはまあ偶然だったんですけれども、その前からちょっとなんか人間がね横暴になりすぎている感じが最近して、まあ、この暑さもそのせいかなと思ってるんですけれども、まあ、戻れないまでも少し止まるくらい の気持ちがあってもいいんではないかというところ でそういう時ってなんか原住民の人たちの生き方みたいなのがすごく頭に浮かんでいて、それ あれですね、たまたまその時にエッセイを読んだんですけれども、その作者の人が北海道に1年間だったら2年間だけ移住して、まあ、自然を満喫するっていうそういうエッセイだったので、なんかそれにものすごく触発されて、カムイミンタラっていうのは、神様が遊ぶ庭っていう意味らしいんですけれども、アイヌの言葉でそういうふうに、まあ、大げさに言うと地球がいつまでも神様がいてくれる場所であってほしいなという思い
ます。